何わ駅は、かつて、大阪府大阪市港区福崎三丁目にあった日本、貨物鉄道大阪環状線貨物支線の貨物駅で、ある。何わ貨物駅とも呼ばれた。大阪港に至る大阪林港線の中核をなす、駅として、林港線の開通と同時の1928年12月1日に、開設された。当初は、関西本線、今宮駅から分岐する。 関西本線貨物支線の駅であった。建設時点では、臨港奏車場という名前で呼ばれていた。臨港線内における貨車の奏車作業を主眼として建設されており、貨物駅ではあるが、貨物扱いは10という扱いであった。建設当初は駅に通じる道路も未完成で、貨物の扱いはほとんどなかった。それでも、当駅における奏車作業は小規模に止める計画で、 本格的な操車作業は1938年に関西本線旧法寺駅付近に開設された流下操車場において行うようになっていた。建設当初は本線延長63チェーン、本線の有効長1510フィート、側線の総延長3マイル63チェーンであった。20メートル下地式転車台や足ピット装備の側線、石炭台、 容量6000ガロンの給水塔など、蒸気機関車対応の設備もあった。開業後は、当時臨港線の起点となっていた、今宮駅との間での列車の他に、上等線経由での水田創車場への貨物列車も運転された。一方、臨港線の終点であった大阪港駅からは、一旦当駅に貨車を集めて編成してから運転するようになっていた。 周辺の整備が進むにつれて、当駅自体での貨物扱いも増加していった。戦時中には、一時的に大阪港から送り出される軍需物資輸送のために、到着の方が発送より多くなることがあったが、外して工業港である大阪港は、外部から原材料が到着して加工して各地へ出荷する傾向から、大阪港にある貨物駅は概ね発送の方が多い傾向。 保っていたまた、周辺の倉庫などへの専用線が付設され、例として1957年時点では、杉村倉庫、渋沢倉庫、栃木旗線、全国販売農耕共同組合連合会、関西電気製鉄、辰巳商会の6社の専用線が接続されていた。1956年3月15日には、当駅から分岐して、大阪東港駅までの、 通称大阪東、港線が開通した。これは、第二次世界大戦後の大阪港内港下計画のために、味川の南岸に岸壁が建設され、ここまでの臨港鉄道が必要とされたことから、建設されたものであった。1961年4月25日、大阪臨港線の線路の一部を利用して、大阪環状線が開通し、大阪臨港線は、 境川信号場で分岐する大阪環状線の貨物支線という扱いになった。これにより、当駅も大阪環状線の駅となった。貨物輸送の自動車への手見が進行するとともに、大阪臨港線の利用は低迷するようになった。1984年2月1日には、日本国有鉄道の財政再建の一環として、大阪港駅及び大阪東港駅は廃止となり、 これらの駅の施設は当駅の側線扱いとされて営業が継続された。しかし利用が低迷していることから用地の有効活用を図る観点などから完全な廃止に向けた交渉が行われ、1986年4月1日には両駅の側線扱いでの利用も廃止となった。これにより当駅は大阪林港線の末端駅となった。 その後も当駅から大阪港で陸揚げされた西日本旅客鉄道向けのレールと砂利の発送を行っていたが2002年頃にどちらも味川口駅からに変更されて廃止になった。また700京新幹線の一部は海上輸送の後何羽駅で陸揚げされ公主輸送が行われていた。貨物駅としての最終期には辰巳商会福崎ケミカルターミナルへ続く。 専用船が残り、海陸輸送の中継点となっていた。そのため、化学薬品工場から、私有貨車のタンク車で、火星狩りや気象産などが輸送されてきていた。校内は広く、廃車貨車の留置場となっていた。2004年11月9日付で、営業休止となり、2006年4月1日付で、正式に廃止となった。休止後は、 廃車となった車両の解体が行われていたが、その後残存していたレールなどの撤去が進み、再開発などが行われて、倉庫などが建っている。駅の敷地の一部は当駅廃止前に、大阪市営バス港営業所、佐川グローバルエクスプレス、大阪支店に転用された。ありがとうございます。